はい、こんにちは。高橋メイプケント代表の高橋です。いつもお世話になっております。今日はね、私がちょっと現場調査がね一件ありまして、今日3台目の方に外壁の塗装に行ってもらってます。それでね、今回行ってる外壁の面はね、3階建て4階建てのビルでして、1階にこうお寿司屋さんのね店舗があって、強い雨が降ると雨漏りがたまにしてきますっていうことで、コーキングしたりパテをね入れたりして処理して、その処理が、ね、終わって、今日からいよいよ下塗り剤を塗るっていうね作業に入ってもらってますけど、今回ねそういったことで細かいひび割れ、そういうのねクラックっていうんですけどね、細かいクラックなんかはコーキングやパテで全部埋める作業といったらね、もうとんでもない作業になりますので、そういったところを微弾性フィーラーというね下塗り剤を塗って、まあシリコン塗料とかね、私たちはラジカル制御型のハイブリッド型の塗料、ファインパーフェクトトップ日本ペイントの、それを最終的にお客さんが選んだ色で上塗りしていくわけですけど、その前にそういった今回の現場みたいな雨漏りをお客さんがねあれなんとかしたいっていう現場、要するに防水能力を高めた塗装をしなきゃいけないっていう現場で、日本ペイントの今回はパーフェクトフィーラーってやつをね今回使う予定でいます。予定っていうのはね、今日さっき下塗り剤今日から入りますって言ったんだけど、その微弾性フィーラーを塗る前に水性カチオンシーラーっていうね下塗り剤を入れます。要するに下塗りを2回入れるってことです。水性カチオンシーラーを1回入れて、防水能力の高いパーフェクトフィーラー、これを塗っていくってことです。なんでそういうことをするかっていうと、その微弾性フィーラーっていうのをね厚く塗って、すごくねそういったひび割れ、細かいひび割れ、そういうところにねこう埋めていく、ローラーで転がしていくとね、そういうところ全部埋めていく能力があります。そして施工としては厚塗りしますので、外壁の内側に水が入り込むことをね厚く塗ることによって水の侵入を防いだりね、そういった塗料が、まあ、微弾性フィーラーっていう日本ペイントのパーフェクトフィーラーということでね今回やるんですけど、そのフィーラーのデメリットとして、まあ、カチオンシーラーよりもそういったシーラーって言われる塗料より密着性が弱いんですね。なので今日3台目に行ってもらって作業してもらっている水性カチオンシーラーの下塗りを入れることによって、いきなり外壁面にフィーラーを入れない、水性カチオンシーラーをまず塗ることによって、その微弾性フィーラーの密着がね良くなるっていう役割をする塗装をね今日下塗り作業に行ってもらってます。こういうことになると、まあ上塗り2回やったとして4工程になるんです。だいたい下塗り入れて上塗り2回入れて3工程なんですけど、まあこうやって微弾性フィーラーを塗る、そして防水を意識した塗装工事をすることを微弾性塗材回収工法なんかね言い方をしたりします。まあそういったね言葉っていうかね、そういう工法っていうのね覚えておいた方がいいと思います。微弾性塗材回収工法、はい、そういったことで今回は日本ペイントのパーフェクトフィーラーを塗る前に、そのフィーラーの密着性を高めるために水性カチオンシーラーを今日3台目が塗ってますので、今からその3台目が塗ってる様子を、ね見に行きたいと思います。命の花が、はい、まずね先ほど説明したこちらが水性カチオンシーラー、これを塗ってからこちらのパーフェクトフィーラーを塗ります。はい、今日は3台目の方でこちらを塗ってもらっています。よし、どこだどこだ、よし、ういーす、お疲れ様でーす。はい、水性カチオンシーラー乳白色、はい、忙しいわ今日は。こういう小さい、こういったね巣穴なんかも全部フィーラーでね
埋まってきます。はい、こういう巣穴もね、あれだ、乳白色だけ塗っていけば透明で、乾けば透明になってくる。うん、はい、これね、塗れば透明になります。乳白色です。はい、ローラー何使ってる？ツイスト？ツイスト、ぺっちゃんこだね。18mm？ うん。どうなの耐久性は？まあこれシーラー塗るにはちょうどいいと思う。あ、そう。なんでやっぱこう早くやった時に飛んでこない？まあそういうことね。うん、全然飛んでこない。飛散が少ないってことは、まあ難しいよローラー選びは。塗料が飛ぶか飛ばないかっていうのがメインだよな。まあね、シーラーに関しては最適だと個人的に思ってる。おだ、これは本当に3代目の高橋蓮はシャバシャバな塗料はツイストをおすすめしてます。大塚のって言わなきゃ。お前、大塚のツイスト18mm ちょうどいいです。潰れてちょうどいい、おすすめ。大丈夫か、お前勧めて飛ばない本当に。うん、もう結構お前でも顔に飛んでこないから。俺顔飛んでこない、全然飛んでない。あ、俺の顔に飛んだぞ今。飛んでない飛んでない。まあいいや。7時半。よ。じゃあね、ちょっと食べよう。はいよ。はい、そういうことで今回は美男性塗剤回収工法。今日は本当に珍しくね、私も現場入れませんでしたけどね。3代目も私が現場を留守の時にはね、もう本当に安心して任せられるようになったんで、あのちょっとトークの方がね、トークが長くなってしまいましたけど、うん、また高橋にメイク弁当よろしくお願いします。はい、それでは終わります。